お願いします。どうも、コンサリの上です。お願いいたします。こっちへ。はい、すごっ。こっち座っていいんですか。はい、はい、何これ。お渡ししますか。レバーを押していただきます。え、押せばいいんですか。こちらのレバーの方。こっち、はい、行きますよ。はい、お願いします。はい、僕はクールだ。教えてよ、教えてよ。おー、すげえ。何これ。なんか出てきたで。すごいやん。ここもあるで、モニター。なんじゃこりゃ。すごいすごいすごい、かっこいいね。うわー、すごい。あ、こっちも。かっこいい。いや、もう映画やん。怖っ。おー、消えてった。とんでもないぞ。あ、ありがとうございます。すごいやん。あ、こんな人いたんすね。俺の見えてる映像では全然ちゃうもんが見えてたから。これだから来ればみんなできるし、でステッカーも、まあ、先着順でいただけるってことですね。へえ、ありがとうございます。なんかなかなか一回ではこれちょっと全部を楽しめきれない。ここの映像をまず一回楽しみたいし、これやっぱ360度見る場所によって全然違ってくるし、これつけた方だけの。いや、素晴らしかったです。ありがとうございます。はい、井上さん、はい、この会場で限定で流してる映像がございまして、はい、ちょっと見ていただきたいんですが、ここ、はい、じゃあお願いします。群衆に紛れ人肉を食らう存在、グール。僕はグールだ。パチスロー、東京グール。出るの？いつ？2月。結構待たなあかんや。4ヶ月待たなダメ。でも金木とアニマの戦いもありましたし、まあ東京グールはスロットにするにはやっぱり熱いバトル多いから。いや、でもスロットファンとしてはちょっと楽しみですね。やっぱちょっとワクワクします。2月ね。いや、絶対打とう。面白い。今だってやっぱりこのスロットから知らないアニメとかを知ってアニメを見るって言ってもたくさんおるから、グールを知らない人はもちろん知ってる方はちょっとスロットで楽しんでいただいて、でまたちょっとアニメ見たいなって思わせるような内容のスロットが出てくるのを楽しみにしてます。はい、東京グール EX、目で見て楽しむのはもちろんですけれども、耳で、そして鼻で、全ての五感で楽しめるイベントとなっております。ぜひ皆様足をお運びください。